はい、どうもこんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、3D プリンターのネタということでね、ちょっとやってみたいと思います。前ね、僕 3D プリンター今2台持ってるんですけど、一番最初に買ったのはね、フラッシュフォージーっていうね、メーカーの 3D プリンターを1台買いました。それがね、確か7、8万くらいだったな、まあなんかそのくらいの値段の分です、を買いました。でその次にね、買ったのが、トロンクシーでメーカー名いいと思うんですけどね、そちらの方の、メーカーさんの、2万円台の、まあ、3万円弱くらいね、2万円台の、3D プリンターを1台買ってみましたね。違いって、まあ、前の動画ね、また見てもらったらいいと思うんですけど、やっぱりその特性みたいなものはちょっと出てるような感じの、まあ、プリンターの違いというのはちょっと出たかなという感じはします。なんていうか、まあ、いいところと悪いところね、いろいろ、そこら辺はあったかと思います。で今回ね、これね、多分前回動画もやらせてもらったっていうか、まあ、自分で買って、やってね、まあ、それで見ていただけてということだと思うんですけど、今回実はね、そのトロクシーさんね、の方から、商品提供をいただきましてですね、じゃーん、でっかいんですよ。3D プリンター、その僕が持ってるね、やつの最新版、ね、の方の、3D プリンター、これをね、商品提供いただきました。ありがとうございます。ね。まあ、どういうところが変わってるかっていうと、まあ、一番大きなところっていうのは、作れるね、造形できるサイズっていうのが、変わってます。ね。で、あとはその、なんていうんですかね、まあ、機能面で、なんていうかな、まあ、細かいところはね、まあ、ここを出しておきます。ね。こんな感じ。ね。まあ、いろんなこの、なんていうか、レベリングのなんか機能がついてたりとか、まあ、要するに、ちょっと楽に、初心者でも楽に、なってるっていうか、まあ、ちょっとね、とっつきやすくはなってるんじゃないかなと思います。で、僕の動画なんですけど、基本的にはね、多分 3D プリンター本当に初心者の方が見ていただいて、まあ、参考になるかなくらいのね、感じになると思うんで、あんまりもともとね、3D プリンターがっつりやってる人がね、見ても、あんまり意味がないかもわからないんでね、そのあたりは最初に、ご了承ください。はい。そしたらね、とりあえず開封の方を、やっていこうと思います。どんなものがね、入ってるか。で、あと、まあそうですね、この動画で1本目でできるかな、できればまあ簡単なものをね、一回出力してみるっていうところまでね、できたらいいかなと思います。ちょっと開封とかで長くなりすぎたらね、またパート1、パート2分けてね、出させてもらうかもわからないですけど、とりあえずね、一回トライをしてみようと思います。ではでは。はい、どうも。ちょっとカメラね、下げたんですけど、どうでしょう。もうちょっと下げたってもいいんですけど、僕の顔が見切れちゃうんでね、まあこのくらいでやってみようと思います。じゃあちょっとね、開けていきます。で、最初に言っとかないとダメなのが、このメーカーさんのね、3D プリンターの商品は、組み立てが、自分でね、必要です。で、僕がもう一個持ってたフラッシュフォージーっていうのをね、やつはもうできた完成品がね、そのままの状態で、売ってるっていうかね、送られてくるので、まあそれのいいとこ悪いところはいろいろあると思うんですよ。僕も全然ね、知らないで前の動画、アップさせてもらって、だからこっちのメーカーさんの分だったらなんかいろんなね、まあ、改造じゃないけど自分でのこうなんていうかな、部品をね、いろいろ交換してみたりとかいうこともまあ、できるみたいなんです。まあ、多分、能力をもっとね、パワーがあるモーターに変えるとか、多分そういうことだと思うんですけど、僕もそこまではね、まだ、聞いたんですけど、できてないです。なかなかそこまで敷居が高くてね、できてないんですけど、そういうふうなことも自分でカスタマイズがね、後々できるっていうところが、まあ、いいところじゃないかなと思います。はい。で、入ってるね、もの、まあ、とりあえず説明書。これはね、英語表記の説明書が、まあ入ってます。これ多分、組み立てとか、そんな感じのやつが全部載ってるんで、載ってるっていうか、これメニューか。組み立てマニュアルではないかな。でも多分、
組み立てマニュアルというよりも組み立て終わった後の、操作方法、ねそういうのが載ってる英語版のマニュアルで、英語版の注意書きみたいなものがペラの紙で入っています。はい、とりあえずちょっと説明書みたいなものあるのかな。説明書みたいなものはなさそうかな。もしかしてないのかな。よいしょ、説明書みたいなものはもうさっきのやつだけなので、ここに載ってるのかな。多分簡単な組み立てのやり方は載ってるのかな。本当に簡単な感じですね。これピントがね、これ今オズマアクションで撮ってるんですけど、どうでしょう、ピント合いました。結構ねピント合うまで時間かかるんで、こんな感じの簡単なもの、半ページくらいかな。次のページもそうか、次のページもね、こんな感じの簡単なインストールマニュアルが、ついてます。はい、おおむね2ページくらい、1ページ半くらい、組み立てのそんなには難しくないと思うんでね、やっていきましょうね。で入ってるものとしては大物、とりあえずね、これ一番下の土台を出してしまわないと組み立てができない。よいしょ。結構ね重量感はあるので、出ました。よいしょ。これはもう、ね、これが一番下の土台ですよね。ちょっとこれこっち置いてると暗くなるかな。ちょっと乗せておきましょう。よいしょ。これでいいかな。ケーブルも、これはもうあれか、ついたのか。もう刺さってますね、なんかケーブルね。刺さってるから、これは干渉しないようにちょっと後でやらないとダメかな。よいしょ。一番下の土台ね。これ今僕が持ってるやつよりかなりやっぱり大きくなってます。ここがね。見えてるかな。ちょっと下げますか。ね、ここが。で、最終的にこのシートをこうね、貼る感じになりますけど。ね。で、これが、こういう風にね、つく分です。ボルトを締めないとダメなんで、ちょっと今は、入ってるものの紹介ということで、ちょっとこれ置いときましょう。ね。で、さっきのシートと、今回のこれ、すごい簡単じゃないかな、組み立て。なんか前のやつの方が難しかったっていうか、なんかややこしかったような。これね、ディスプレイを、接続する、あれかな、土台、あれ、よく書いてディスプレイみたいなのがあったと思うんだけど、出し忘れてんのかな。よいしょ。ここには入ってんの。この下に入ってんのか、この土台の下に。ここにあった。これがあれですね、この下にディスプレイがありました。ボルトで固定されてるんですけど、多分ガタガタ動いたりしないようにですよね、運搬してる時にね。後で外してやりましょう。で、これがディスプレイのさっき言った土台ね。で、電源ケーブルね。で、あと多分これも後でやる分ですよね、ノズルの、よいしょ、これもしかしたら予備かな。フィラメントをね固定する、なんていうか
ノズルの上についてるねやつなんですよ、これね、金具っていうか、それと、スイッチ、これもどっかのスイッチの予備かな、もしかしたらね。でこれと、あ、予備じゃないな、これ多分電ブかな。おーっと、ネジが。で、ノズルの先端の部分ね、あ、こっちについてるから、これさっきの予備だ、予備ですね。で、これノズルの予備かな、ノズルのね予備と、あとちっちゃいビス、ビスっていうかね、見えないかこれじゃね、はい、長くいきます。あとはなんかコード類をいろいろやる結束バンドとか、あと六角組み立てに必要なものっていうのが全部、入ってます。まあ工具一式ね、であとそうここね、芸が細かいのはパソコンで作った3D のねデータをまあ、SD カードにこうね入れるんで、入れてこの何ですか、機械に、まあ、SD 差し込んで作ったりするんですけどね、そのための SD カード、まあ、8ギガですけど SD カードとか、まあ、それをねやる USB の、この差すやつもついてます。で、あとこの機械 3D プリンター自体を PC に直結してもできます。だから PC に接続する用の USB ケーブルも入ってます。だから本当に全部入ってる感じですね。あとごめんなさい、簡易的、とりあえず作れるようにフィラメントも入ってます。PLA の、白の、フィラメントが入ってます。だからとりあえずね、なんていうか組み立てで見て試しでね、作るっていうところまでは、この意識を買えばできるという感じになってます。ではでは組み立てをしていきましょう。まあどうしましょうかね、ところどころ早送りにしながらちょっと見ていただけたらと思います。ではでは。はい、まずね、ちょっと今これケーブルがもう伸ばせないんであれなんですけど、一応このモニターの方をさっきね、このレールみたいなところ、まあもともとついてたところから外して、で、こういう風なね、鉄の、なんていうか、やつがあるんで、これをね、こういう風に、六角のこのネジでやって、こういう風な。でこれをレールのとこにスポッとはめて、こいつをキュッとこう動かすと止めれるようになるっていうかね、そういう風なやつで、固定をするみたいなんで、まずは、それをちょっとやってみます。ただこれ入れて横向きに勝手になるのかな、まあ、とりあえず入れてね、六角で締めていきます。前もこんな部品があったような気はなんとなくします。どうやって止めるのかが、多分勝手にね止まるのかな、ちょっと。
はい、モニターがつきました。で、さっき言ってたこれモニターのステーとかわけわからんこと言ってましたけど、これフィラメントのね、土台でした。モニターはね、かなり前の機種からすると薄くなってますね。まあ、タッチパネルのセンス、反応なんかもちょっとね、電源入れたらまた見たいと思いますけど、じゃあとりあえず組み立ての方またやっていきます。はい、とりあえずね、この縦のやつを、取り付けることができました。結構ね、これなんていうかボルト4本でね、下から止めてるんですけど、こんな長いボルトね、で4本で止めてるんですけど、このフレーム自体が結構カツカツっていうかね、当然ね、ビシッとこうサイズカツカツの状態作ってるので、ボルトはね、できれば1本端のやつ、一番端のやつを止めて、その次に止めてっていうか仮止めして、でその真反対のねやつをもう1本仮止めして、その仮止めがね、結構こうボルトの穴と穴がね、ちょっと入りにくい、なかなかこうカツとね、はまらないっていうか、なんていうか、このちょっとでもこう斜めとかにずれてるとね、もう入らないとかなってくるんで、それがちょっと大変かな。まあ、端2本入ってしまえば、内側のね、もう1本のボルトっていうのは入ると思うんで、そしたらね、もうすっとそこはいけると思います。まあ、ちょっと入れるだけでも大変で、ちょっと汗かいちゃいました。はい。とりあえず、そしたらね、組み立ての方続けていきます。とは言っても、もうほとんどね、完成というか、これが多分一番大変な作業ね。あとはケーブルとかをちょっとやったりとか、このフィラメントね、やるやつをつけたりとかくらいなんで、はい、
まあとりあえずやっていきます。はい、今これとかをつけたんですけど、こういうフィラメントつけるやつね。これ前の方からもう格段に変わってるのが、ケーブルがもうほとんどないというか、できてつけてくれちゃってます。2本だけつける必要があるんですけど、これね、このやつとここからちょっとチロッと出てる、ケーブルがもう1本あるんですけどね、この2本だけです。これを縦軸と横軸の、モーターのところにもう差し込み口があるんで、それを挿すだけね。これはかなり多分初心者っていうか、初めて、3D プリンターをやるっていう方でも全然組み立ていけるんじゃないかなと思います。本当に難しくないですね。前のやつはわりかしなんかこうケーブルがね、どこに挿していいのか若干分かりにくかったところがあるんですけど、今回のこれはね、もう全然、この短いケーブルも本当にソケットっていうか挿すとこがすぐにあるんで、分かると思います。全然基本ね、これでも完成のはずなんですよ。ケーブル挿して、であとはこのね、土台の調整、位置調整みたいなものを、まあ、していくような感じですね。そういうのはこの動く、なんですか、可動部分のこのタイヤみたいなついてるところを、まあ、調整していくっていう作業がいります。まあそれはね、バランス取るのはまあ何でもいるんですけど、はい、じゃあちょっとね、それはやっていこうと思います。でも簡単、すごく組み立てが、はい、ではでは。はい、今ね電源が入りました。ちょっとね1個注意点が出てきました。電源ケーブルをね挿すのはこの裏側ね、ここにあります。でこれ前もそうだったんですけど、なんていうかな、200ボルトの分と100ボルトの切り替えスイッチっていうのがあります。前のやつはね、この電源挿すところに、あたりにあったと思うんですけどね、これ実はね、電源のユニットがこの下に、このシルバーですね。で、このね、ここに、分かりにくいんですけど、220V、110V の切り替えスイッチがついてます。これね、220にデフォルト多分なってると思うんです。前もそうだったし、今回も、そうでした。電源がね入らないな、モニターがつかないなと思ってね、前も結構苦労したんで、で理由はね、それ切り替えスイッチをちゃんと 110V の方にすれば電源が入ります。はいね、こんな音が流れて、今電源が入りました。はい、じゃあとりあえず、まあ今からちょっとセッティングをしていこうかなと思うんですけど、ここでやるのがすごく正座でしんどいんで、ちょっとテーブルの上で、やろうと思います。であとちょっとね、疲れたんで休憩を入れたいと思います。ではでは。